と、レイワクラブっていう YouTube チャンネルを作ってみました。作ってみて、もともと僕はレイワサイレントフィルムズというチャンネルを作っていて、そこでオリジナルのサイレント映画ですね、サイレント映画をずっと制作して公開してるんですけども、なんかそれ以外にも表現したいことであったりとか、伝えたいことが、発信したいことがあるなぁと思って、何人の人が見てくれるかわかんないですけど、なんかこういう自分の箱が欲しいなぁと思って作ってみました。実は前からちょろちょろやってたアカウントではあるんですけども、うん、前はその LINE 動画風のノベル、ストーリーノベルみたいなやつをずっと作ってて、それ専門のアカウントに、アカウントじゃない、それ専門のチャンネルにしてたんですけど、それプラスその音楽を作ったりとか、あと実験的な映像を作ったりだとか、あとこういうトークの動画だったりとかを上げていこうかなって思ってます。チャンネル登録者数は今のところあんまりいないので、なんか興味を持ってくれた人はチャンネル登録してもらえたらなと思います。サイレントフィルムズは本当に1ヶ月に1回、前は1ヶ月に1回、最近はもう半年ぐらい放置中なんで、やっぱ映像作品作ろうとするとすごく時間がかかるし、僕自身も働いて、普通に社会で働きながらやったりしてるんで、なかなか時間がないんで、更新頻度はかなり低いんですけど、こっちは本当に気軽にやってるようなチャンネルなんで、うん、かなり更新頻度は高いと思います。この間、1日15本上げました。そういう感じです。更新頻度にすごくばらつきがあります。暇やったら見といてください。よろしくお願いします。